はい、こんにちは、ちせちゃです。モンスターハンターワールドアイスボーンの今後のスケジュールなど新情報が3つ発表されましたのでご紹介したいと思います。まずは新情報1つ目、カプコンさんから我々ハンターへ日頃の感謝を込めたアイテムパック、新世代カリトモ感謝パックが配布されます。中身が高級お食事券30枚、栄養剤グレード100個、滋養エキスが100個、切れ味の上ヒレが100枚、大刺身鱗が100枚です。かなり大盤振る舞いですよね。特に切れ味の上ヒレは今日で実質ホラーナイトが終わってしまうので今日中に補充しとかなきゃなと思ってたんですが、配られるということなんで他のクエストに行けるのは嬉しいんですよね。その他の消費アイテムもよく使うものです。こちらのアイテムパックは明日11月6日朝の9時から11月の28日朝8時59分までにログインボーナスをもらうことで入手することができます。この期間中に忘れずにゲットしてください。新情報2つ目、12月上旬にアップデートバージョン 15.10 が配信されます。このバージョンアップで不具合修正などもあるんですが、大きく変わることが2つあります。ムヘトジーバが登場する緊急任務赤き竜、このクエストをマルチ推奨クエストなのでソロで討伐しようとするとなかなか骨が折れるクエストだったんですが、この赤き竜のクエスト、新たに1人用と2人用の体力が実装されます。ソロ専門とか友達と2人でやりたいという方には本当に嬉しいアップデートですよね。特に竜門一式に関してはドラゴン装備が出た今でも属性武器だと第一線の防具なので、今まで入手できなかったっていう方は12月上旬楽しみにしていてください。11月20日の朝9時から12月4日の朝8時59分までの期間は今までと同様4人用の体力しかないんですが、それ以降にやってくる赤き竜は1人用と2人用の難易度が実装されるそうです。ただこの難易度自分でいじれるわけではないのであんまりいらっしゃらないとは思いますが、4人用の体力の赤き竜をソロで討伐したいという方は11月20日から12月4日までが最後のチャンスとなります。で、これは多分なんですけど、体力の調整が終わったムヘトジーバが来てくれるのは12月の18日の金曜日朝の9時ではないかなと思います。ただこれはまだ確定ではないのでご注意ください。またこのアップデートでマカレンキンを利用して各種季節の限定チケットを錬金できるようになります。季節の宴を待たずともマカレンキンができるっていうのは嬉しいです。ただ材料が何になるかが気になるとこですよね。続きまして最後、新情報その3、各季節のアステラ祭りとセリエナ祭りがこちらの日程で開催されます。きらめきの宴満腹の宴は2020年11月20日朝の9時から2020年12月の4日朝の8時59分まで、そしてその2週間後に再配信として12月16日朝の9時から2021年1月の5日朝の8時59分まで、そしてモンスターハンターワールドの発売を記念した宴感謝の宴と大感謝の宴は来年2021年1月の16日朝の9時から2021年1月の29日朝の8時59分までになってます。これ以降は2週間おきに通常状態と季節のイベントが切り替えで開催が予定されてるみたいです。2週間ごとにイベントクエストがほぼ全復帰してくれるのは嬉しいですよね。ちなみにマムタロットとムヘトジーバは2週間交代だったり、アルバトリオンが日替わりなのは継続です。大型アップデートは前回最後ということだったんで、追加のモンスターはもちろんアナウンスはないんですが、新クエストももうないんじゃないかなと思います。とはいえもしかしたらクリスマス限定とか正月限定のイベントクエストとかは来るかもしれません。倒せてないモンスターや取り逃した限定装備を入手したり、まだ集めきってないトロフィーを集めていくっていうのもいいんじゃないでしょうか。新情報に関しては以上なんですが、ほぼ全てのイベントクエストが解放されるセリエナ祭りホラーナイト、明日朝の8時59分で終了してしまいます。なのでイベントクエストが全解放されているのは実質今日までです。次回イベントクエストが全解放されるのは11月20日朝の9時からです。まだ限定装備を作成しきれていないという方はこちらの動画で何のクエストで何が何周ぐらいいけば作れるかまとめておりますので、ぜひご参考いただければと思います。
パソコン、スチーム版でプレイされている方はストリートファイターコラボが来ておりますので、こちらも忘れずにチェックしてください。ストリートファイターコラボクエストはチャレンジクエストなので、集会所の受付場の隣にいる闘技場のお姉さんから受注することができます。ただホライゾンゼロドーンコラボのイベントクエストはまだ来てないんですよね。ホラーナイトチケット SP で作成できる重ね着やチャームなどの限定装備が作成できていない方は、こちらの効率的な周回方法動画でご覧いただき、周回していただければなと思います。限定装備作り終えたよという方は、ドラゴン装備を活かすためにもレアな装飾品が出やすいクエストに周回するのもいいと思います。おすすめは滅日、嵐の棺、鳴神鐘楼、荒事をなすなどです。また大霊脈玉集めに殲滅の主はまた鐘を鳴らそう周回するのもいいと思います。歴戦をイベルカーナに関しましても、明日朝8時59分で退場してしまうので、歴戦をイベルカーナの素材がまだ集めきっていないという方や、調査団チケット G が欲しいという方は忘れずに歴戦をイベルカーナを狩猟していただければなと思います。あと忘れがちなんですが、人王街をさらばなどで蒸気機関管理所の燃料を溜め込んでいる方、そういう方は祭り期間中に蒸気機関管理所を回してしまった方がいいと思います。祭り期間中の蒸気機関管理所はゲージが進みやすく限界突破がしやすくなってるんで、入手できるアイテムの数などが増えるんですよね。とはいえ毎週の突破ボーナスで天の竜神チケットも手に入るので、ある程度燃料を残しておくというのもありだと思います。また私事で恐縮なんですが、次回作モンスターハンターライズは2021年3月の26日に発売予定なので、それまではまだアイスボーンを配信し続ける予定です。よければ最後までお付き合いいただければと思います。せっかくなんで重ね着装備のコーディネート動画とか、ワールドの振り返り動画とかも出していきたいと思います。よくね、アップデートが終わったら動画配信しないんですかってご質問いただくんですが、そもそもモンハンってこんなにアップデートがあったのがワールドからなんで、過去作は新しいコンテンツがない状態で自分で目標を決めて楽しくやってたっていう感じだったんで、まあ、私の中ではなんですが、ようやく落ち着いてモンハンに取り組めるなとちょっとワクワクしてます。とはいえ金冠もあと3つぐらい残ってますし、闘技クエストとチャレンジクエストもまだ終わってないんですよね。やることがいっぱいです。あと別ゲームの話で大変恐縮なんですが、動画でずっと投稿してきたポケットモンスターソードシールドの追加ダウンロードコンテンツ、10月半ばに発売はしたんですけど、ミラボレアスミラボレアスで全然手をつけてなかったんですよね。これの続きせっかくなんでライブでやろうかなと思ってます。見なくてもなんとなくわかるとは思いますが、今までのストーリーに関してはこちらの動画で実況しておりますので、よかったらこちらも見ていただけると嬉しいです。ライブでやれば長くても 4,5 日でクリアできるんじゃないかなと思いますが、実況する日取りが決まれば動画でお知らせしますので、よかったら遊びに来ていただけると嬉しいです。ということで今回は新情報3つご紹介しました。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチもお願いします。またねー。